になったんじゃないですか。なったよ。なりました。どうでしたか。最高。あ、ちょっと答えちゃった。確かに最高だった。ありがとうございます。リベンジになりましたね。はい、よかったです。で、最後にあの何か告知なんかありましたら存分にしてってください。告知やりましょう。あの6月にですね、なんとここにいる爆弾あかりと、一緒に名古屋アリスインプロジェクト、今日お休みなんですけど、はい、岡田彩香もいますね。あ、そうそうそう、はい、あのアリスインデッドリースクール楽園名古屋っていうお芝居に出演させていただきます。全10公演あるんですけども、10公演全てに私たち出ているので、よかったらね、ウリンコ劇場というちょっと名古屋の会場なんですけど、よかったら見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。他には詳しい情報はツイッターで、いっぱい書いてるので、よかったら見てください。最後に記念写真を撮りましょうかね。お真ん中に、真ん中にどうぞ。7.5 期生、はい、卒業ライブですね。もう卒業やり残したことはないですね。卒業ですか。ちょっと、はい、早くないですか。もう天意天には歌えたので大丈夫です。末永く、末永く、末永く、次は夏で、あ、夏に、はい、ちょっと絞ってきます。おもしりさんをお願いしましょうか。あ、お願いします。あれ、清水さんが、やっぱランナちゃんコーナー、ランナちゃんコーナー、あ、近い、私たち映らない。チーズ。あ、一枚です。やっぱりここは一緒ですね。で、皆さん用に目をつぶって目線がね、バラバラしちゃうので、私最近のお決まりなんですけど、目をつぶって3秒だけいきます。せーの、3、2、1、終了。終了。ありがとうございます。はい、ということで、それでは締めたいと思います。もう 7.5 期生なので、一緒に挨拶しちゃって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、最後の、最後、ね、こっちなんですね。そうです。ダメだった。はい、ということで、以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、豊田の星スタートでした。今日のゲストのガーナに大きな拍手を。